マーティン・ウェイカー・エアクラフトは、射出座席と航空機用安全装備関連機器の製造業者である。射出座席の分野でのパイオニアと考えられているが、以前は航空機メーカーであった。本社は、イギリスのバッキンガム・シャーハイアーデナムにあり、その他の事業所が、フランス、イタリア、アメリカ合衆国にある。世界中の93の空軍に射出座席を供給している。 マーティン・ベイカー製の座席は200機種以上の固定翼機と海転翼機に取り付けられており、最近では海 -35 ライトニング2戦闘機計画にも採用されている。1946年に初めて飛行中の航空機から人間の射出テストを行って、以来合計で7619名の生命を自射性射出座席で救ったと述べており、 公式サイトのトップで生存者数を随時カウントしている。さらに、マーティン・ベイカー社はヘリコプターや固定翼機向けに設計された対衝撃座席も製造しており、2012年時点で2万席以上の対衝撃座席を納入している。同社は同族経営企業であり、ジェームズ・マーティンの二人の息子が経営している。なお、アメリカの航空機メーカーであるマーティン社とは 無関係である。マーチンの航空機工場は、もともと1934年に、ジェームズ・マーティンが航空機製造業者として設立した。この工場は1920年代終わりに創業を開始し、メガバイト1、メガバイト2、メガバイト3、メガバイト5の4機種の試作機の設計、製作が行われた。 メガバイト1の設計と試験の間にマーティンとバレンタインベーカー隊員は友好を深め、共同してマーチンベーカー社を設立した。マーティンとベーカーは1930年代初めにメガバイト1という通常とは異なる構造の複雑低翼端容器を設計した。この機体は座席の背後の胴体内にデファビランドジプシーエンジンを搭載し、並列に座る。 操縦士と乗客の間を貫通するドライブシャフトで固定ピッチのプロペラを駆動していた。この計画は資金の逼迫により途中で放棄されたが、胴体とエンジンの搭載までは完成していた。マーチン・ベーカー社はラウル・ハフナー設計のオートジャイロも一機製作し、二人とって初めての完成機となるこの機体は後にヘストン飛行場でベーカー隊員の操縦で試験が行われた。 1935年にマーティンとベーカーは複座の小型ツーリング機マーチンベーカーメガバイト1を設計し飛行させた。1938年に飛行したネイピアダガーエンジンを搭載したマーチンベーカーメガバイト2は初の軍用機であり、熱帯地域で使用する戦闘機を求めた航空省要求使用会合34に合致するように設計された。 プライベートベンチャーの機体であった。MB には試験にかけられたがこの機体にしろ、他の機体にしろ要求使用会合34で採用された機体はなかった。1944年に初飛行を行ったマーチンベーカーメガバイト5はメガバイト3の試作2号機として始まったが交換フレーム式の胴体を持つように大幅に設計が改められていた。本機は クリフォンエンジンで二重反転プロペラを駆動していた。マーチンベーカー社は第二次世界大戦中にはスーパーマリンスピットファイア機用の防弾座席といった航空機部品を製造していた。1944年に同社は航空生産省から高速度を飛行する戦闘機から搭乗員を安全に脱出させることが可能な射出座席の研究を持ちかけられた。 車室座席の試験に使用された、マーチンベーカー車所有のグロスターミーティア WA638 機、ミーティア WL419 機も、車室座席の試験に使用された、マーチンベーカー車は、ドイツとスウェーデンが同様の機構を計画した1938年に、数年先立つ1934年から、車室座席の研究を始めていた。同社は、 火薬の爆発力で作動する射出座席が最適な策であると結論に達した。1942年の試験飛行中のベーカーの死は、マーチンに操縦士の安全性を確保することが自身の主たる目標であるとの認識をさせることに重大な影響を与え、後に会社を射出座席に特化した企業へと変えることとなった。1944年に、 ジェームズ・マーティンは操縦士の脱出の補助となる機構を備えた戦闘機を開発する可能性調査のために当時の航空生産省に招かれた。いくつかの脱出方法を検討してみると、最も効果的で安全な方法は乗員を座らせたまま座席を強制射出することであり、これを最も効率的に行うのは火薬の爆発によるものであることが間もなく判明した。 射出後に操縦士は座席と分離し通常の方法と同じく解散策を引いてパラシュートを開いて降下した。当時は人体が圧縮力を生じる上向きの推進力というものに耐えうるかということについての情報がなかった。航空機のカタパルトからの発信による水平方向にかかる幾分弱いグラムに関するデータはあったが これはこの新しい問題には適用できなかった。それゆえに人体が耐えうる上向きグラムの値を見極めるための試験を実施する必要性が生じ、ほぼ垂直の方向に搭乗員の重量を搭載した座席の射出と発生する加速度の測定という案が承認された。一本の足がガイドレールとなった三脚状の高さ16フィートの試験リグが製作された。 発火した薬莢により作動する2本の伸縮式チューブでできた銃により、座席がガイドレールに沿って上昇した。ガイドレールには3インチごとにラチェット状のストッパーが設けてあり、これにより座席はガイドレールの終端で自動的に停止するようになっていた。実験は人体が耐えうる上向き加速度の限界を測るために行われた。 200ポンドの荷重をかけた座席での最初のダミー射出が1945年1月20日に行われ、4日後にマーチンベーカー社の実験技術員の一人、バーナード・リンチが初めて陸上で4フィート8インチの高さまで打ち上げられる生身の着座を実施した。さらに3回の試験を行い10フィートの高さに到達するまでに徐々に薬莢の作薬量が増やされたが、この段階で、 リンチはかなりの身体的苦痛に襲われたと報告した。1946年7月24日にオックスフォードシャーのチャルグローブ飛行場上空で高度8000フィートを大気速度計上320マイル毎時で飛行するグロスターミーティアからリンチをい出した初の実地テストは成功を収めた。実際に配備されてから 初めて射出座席を使用したのは1949年5月のアームストロングホイットワースオータムウィンパー52前よく実験機のパイロットであった。マーチンベーカー社は低高度、低速度でも使用が可能となるように射出座席の作動領域を拡大する面でもパイオニアであり、ついには射出座席に高度0、速度0でも使用可能な0、 セロ射出能力を持たせるまでになった。マーチン・ベイカー社は自社製の射出座席で生還した人々に対するネクタイ、バッジ、認証書、ネクタイピンや会員証を作成して、イジェクション体クラブのスポンサー活動を行っている。1957年にこのクラブが設立されて、以来2012年までに5800名がここの会員に登録されている。 ピラタス PC-9 用マーチンベーカー製、車室座席のテスト風景マーチンベーカー社は、車室座席の実像テストのために、オックスフォードシャーにチャルグローブ飛行場という自前の飛行場を所有している。テスト用に2つ目の飛行場も使用しており、6200フィートの高速ロケットスレッドコースが併設されている。WL419 と、 WA638 の2機のグロスターミーティアがマーチンベーカー社でフライングベッド機として使用されている。初期の射出座席の開発に使用されたもう1機のミーティアがコスフォード空軍基地にあるイギリス空軍博物館に保管されている。ありがとうございます。